それでは、計算基礎学1の第10回の授業を始めます。まず、前回の授業のまとめです。前回は、拡張ユークリッド互助法の性質について、また新しい性質をいくつか見ていきました。それから、拡張ユークリッド互助法の応用としまして、有理数の連分数展開と、それから無理数の連分数近似について紹介しました。今日の内容ですけれども、今日は拡張ユークリッド互助法の応用としまして、中国常用算法を紹介します。テキストですと、セクション 4.8 に当たります。それでは、この中国常用算法に進んでいきたいと思います。テキストは63ページからですので、必要な人は確認してください。で、ここでは中国常用定理というのを扱います。数学類では2年次の代数入門の授業で扱ったと思いますので、数学類の人は復習も兼ねてですね、聞いてもらえればと思います。R をユークリッド整規としまして、N と A と B を R の元とします。で、この時に我々が考えるのは、この線形合同式と呼ばれる式をですね、X について解くんですね。線形合同式とはこちらのように A×X が N を法として B に合同という、こういう合同式なんですけれども、これの X、これを合同式を満たす X を求めるというのが今回考える問題です。で、特にこの中国常用定理はこの連立線形合同式を解くという、問題なわけですので、一応ちょっとそれを問題の定式化を説明しておきます。N1 から NR、NK ですね、この N1 から NK を R の元としまして、これらはその互いに素であるとします。つまり、Ni と Nj ですね、i と j が異なれば、GCD は1であると。それから、A1 から AK を R の元とします。で、この時に、その A 合同を AI、モジュロ Ni、というその合同式ですね。これを i が1から k まで、この連立の合同式を満たすような r の元 a を求めましょうというのが今回考える問題です。で、これにつきましては、まず中国常用定理という定理がありまして、で、その答えがこう与えられております。与えられているか、そういう性質が分かっています。で、どういう定理かというと、一応、見ていきますと、まず N1 から NK ですね、この R の元 N1 から NK が互いに素であると、先ほどの問題設定と同じですね。それから A1 から AK を R の元とするときに、この定理の主張は2つありまして、1つ目ですけれども、1つ目はある R の元 A が存在して、この A は先ほどの連立合同式の解であるというのがまず1つ目ですね。ですので、先ほどの連立合同式を満たすような R の元 A というのは存在するというのがまず最初の主張です。で、次にの主張はですね、この解の一位性に関する主張でして、もしこの A プライムですね、R の元 A プライムがもうこの上の合同式の解であるならば、この A プライムというのは実は N を法として A と合同であると。ここで N は上の連立、線形合同式に出てきたこの法の Ni ですね、N1 から Nk の積ですけれども、この積を法として合同であるということです。すなわち、こういう、この性質をですね、この解は N を法として一時的に存在すると言います。はい、というのがこの中国常用定理です。で、ちなみにちょっと余談ですけれども、何年か前に僕のところにですね、中国からの留学生の人がおりました。大学院で、修士課程で入ってきて学位取って卒業していきましたけれども、でその留学生の人にですね、中国常用定理って中国って何て呼ばれてるのって聞いたら、やっぱ中国常用定理って呼んでますっていうふうに言ってました。で、それからあと中国のそもそもこの中国常用定理の発祥っていうか、もともとの起源って何だか知ってますかって聞いたら、一応その留学生の人が教えてくれた話としては、その大昔、もうかなり昔から知られている定理だそうなんですけども、その何かその軍隊をですね、人を集めて編成するときに、その人を大雑把にこう並ばせて、でそこでこう
この定理を使ってきちっとした人数を調整したり数えたりしたんだというようなことを聞きました。なので一応中国上定理と呼んでますが、中国でも有効な名前のようです。はい。で、今回のポイントはですね、この証明の仕方にありまして、多分数学類の人は昨年度、もしくはその前、代数入門の授業でもこの中国上定理の証明は読んできたかとは思いますけれども、今回はその拡張ユークリッドの互助法を使って証明するというのがポイントです。ですので、その計算ですね、アルゴリズムに適した形になっているということに注意しながら見ていってください。で、この証明ですけれども、次の性質を満たす E1 から EK という R の弦の存在を示します。で、どういう弦かといいますと、そのですね、これ N、そうか、このちょっと分かりにくいかもしれないですけども、この N1 から NK っていうのが、先ほどの取ってきた連立合同式の法なわけですね。で、この法のうち、この EI はその NI を法として1と合同だと。で、残りの NJ を法としては0と合同だということを言っていて、割り算の言葉で言うと、その EI というのは、NI で割ったときだけ余りが1になって、でそれ以外の NJ では割り切れますと。そういう性質を持っているわけですね。で、そういう EI ですね、E1 から EK が存在するということを示します。で、なぜこういうことを示すと、この問題が解けるかというと、このひとたびこの E1 から EK というのが得られますと、この A としてですね、この与えられたこの連立、線形合同式の AI かける EI、この A かける EI の積の和をこの A というふうに置きますと、ちょうどその連立合同式を満たすような A になっているというんですね。これは多分皆さん、こちらの式とこの式で、自分で各自計算して確かめられると思いますので、確かめてみてください。ということで、ここではその、こういう性質を満たす EI を実際に求めるということで問題を解きます。で、今の条件を満たすような EJ ですね、ここで EJ と書きましたけれども、EJ がどうやって求めるか、まず存在をどうやって示すかということなんですけど、次のように行います。N は N1 から NK、全部の方の積とします。で、これに対して、この Ni スターというのを次のように定義するんですけれども、その、N を N1 で割った値ですね、すなわち、この法の積で Ni のみを因子に含まないような Ni 以外の法の積、全部の法の積を Ni スターというふうに書きます。で、そうしますと、もともと N1 から NK というのは互いに素でありましたから、この N と Ni スターも互いに素であると。いう点に注意してください。なんでかっていうと、N には Ni が含まれていて、Ni スターには Ni が含まれていないからですね。ですので、この2つは互いに素だと。互いに素ということはですね、これまでの授業で、その Ni を法とする Ni スターの その情報の逆元が存在するわけです。しかも、その逆元は、これまで私たち見てきましたように、拡張ユークリッド互助法で計算可能です。で、この逆元を Ti と置きます。そうしますと Ti は次の式を満たすわけですね。Ni スターと Ti の積が Ni を法として1と合同であると。こういう性質を満たすわけですね。こういう Ti が拡張ユークリッドの互助法で計算できるということです。で、そこで、この Ti かける Ni スターを Ei と置けばですね、この Ei というのは実は先ほど出てきたこの性質を満たすということがわかります。ということで、ポイントとしましては、EI を求めようと思ったら、この N と Ni スターっていうのを作ってですね、で、この2つの数に対して、拡張ユークリッドの互助法を実行しまして、Ni を法とするこの Ni スターの逆元ですね、逆元、法の逆元 Ti を計算して、この Ti かける Ni スター、これが、を EI と置けばよいということになります。まずこれが解の
存在に関する証明です。で、次にその解の一致性に関する証明はこちらです。N を法とする解の一致性ですね。もし A' を別の解としますと、その i が1から k に対して、次のが成り立ちます。まず、もともと、これ、線形合同式の、A も A' も線形合同式の解でしたから、この A も A' も Ni を法として Ai に合同であります。で、この合同式の定義からですね、これ、書き換えれば、これは、その A-Ai、A-A' が、Ni で割り切れるということを意味しています。で、実はこの Ni というのは互いに素でしたので、この各 Ni が A-A' を割り切るということは、この N1 から Nk の積もまた A-A' を割り切るということになります。で、これをまたそのこの性質をですね、合同式の言葉で言い換えますと、これは A と A' が N を法として合同であるということを意味しています。ということで、この N を法とする解の一致性が示されます。ここまでよろしいでしょうか。